2009年ベルギーグランプリは2009年 F1 世界選手権第12戦として2009年8月30日にスパフラン・コルシャンで開催される正式名称は2009ォーミューラ1 ING ベルジャングランプリ気温摂氏15度路面温度摂氏27度湿度57%の条件下で予選がスタート級1まずフォースインディアのジャンカルロフィジケラが トップタイムをマークする。その後、ルノーのロマン・グロージャンがトップタイムを更新する。直後に、ウィリアムズのニコ・ロズベルグがトップタイムを更新するが、グロージャンが次の集会で再びトップに立つ。7分が経過し、トヨタのヤルノ・トゥルーリが最初に1分45秒台のタイムをマーク。直後に、トロロッソのセバスチャン・グエミ、ホース・インディアのエイドリアン・スーティル。 BMW ザウバーのニック・ハイドフェルドが、トゥルーリのタイムを更新する。残り1分で、トヨタのワンツー体制となる。レッドブルの2台が直後に2、3位に割って入り、直後に、ホースインディアのジャンカルロフィジケラが、トップタイムをマーク。残り時間が0になったところで、フェラーリのルカバドエルがスピン。実質ここで、9位置が終了。トロロッソの2台、ウィリアムズの中島和隆。 グロージャン、バドエルが9-1敗退となった。9-2BMW のロバートクビサを先頭に各車アタックに入る。そのクビサは唯一ハードタイヤでアタックを行う。ロズベルク以外のマシンもソフトタイヤで次々とアタックを行う。残り7分でロズベルクがハードタイヤでアタックに出る。ここまで唯一全レースでポイントを獲得しているブラウン GP のジェンソンバトンは 渋滞にかかり、タイムが伸びない。残り20秒で、フィジュケラがトップタイムをマークする。残り時間がなくなり、バトンが最後のアタックを行い、タイムを更新するも、今期初めで Q3 に進めないことが決まった。スーティル、ルノーのフェルナンド・アロンソ、バトン、マクラーレンの2台が急に敗退となった。Q3 気温摂氏16度、路面温度摂氏30度、 湿度51%、君来コネンが先頭でアタックに入る。その後を追って BMW の2台とロズベルクがハードタイヤでアタックを行う。その他のマシンはすべてソフトタイヤでのアタック。残り1分で BMW のワンツー体制となるが直後にトゥルーリがトップタイムを更新する。しかし残り30秒でフィジュケラがトップに出る。 結局その後はフィジケラのタイムを上回るマシンが現れず、ホースインディアがストレートラインで伸びるマシンの特性を生かしてチーム初のポールポジション獲得。チームの前身時代を含めるとジョーダン、無限、ホンダ時代の1999年ヨーロッパグランプリ以来となった。フィジケラ自身はルノー時代の2006年マレーシアグランプリ以来4度目のポールポジション獲得となった。 気温摂取16度、路面温度摂取30度、湿度51%上位勢では、フィジュケラ、ライコネンが、ソフトタイヤを選択。その他のマシンの多くは、ハードタイヤ。スタートではフィジュケラがトップを守るが、バリチェロがスタートできずに一時は最下位まで交代。1コーナーでは、ライコネン、バトン、バドエルが、コースアウト。さらにロズベルク、スーティル、アロンソが接触。 しかしライコネンはカーズにより3番手まで順位を上げ、ケメルストレートで首差をかわす。フロントロースタートのトゥルーリは5番手に交代。さらに5コーナーでハイドフェルドと接触し、フロントウィングを破損。その後ろの4コーナーではグロージャンが後ろからバトンに接触し、両者コースアウト。それを避けるために、 ハミルトンが減速するが、今度はその後ろからアルグエルスアリが避けきれずに接触。オープニングラップで4台がリタイアし、ここでセーフティーカーが入る。ポイントリーダーのバトンは今基礎のノーポイントとなった。接触の影響でトゥルーリ、バリチェロ、スーティルがピットイン。4周目でセーフティーカーが戻り、5周目にレースが再開。 二番手のライコネンは一コーナーを立ち上がり、フィジケラの後ろをぴったりとマーク。ケメルストレートでフィジケラをオーバーテイクし、トップに上がる。後方ではベッテルがロズベルクを、バリチェロがトゥルーリをオーバーテイク。バリチェロはその後、バドエル、中島も抜いていく。トゥルーリはフロントウィング以外にもダメージがあったようで、最下位まで順位が下がる。十二周目に首里、 グロックがピットイン。14周目にトップのライコネンと2番手のフィジケラが同時にピットイン。ライコネンはハードタイヤに変え、フィジケラはソフトタイヤのままコースに戻る。さらに同じ周回でウェバーとハイドフェルドもピットイン。ウェバーはチームの危険なリリースによりハイドフェルドと接触しそうになる。なんとかハイドフェルドの前でコースに戻るが、 ケメルストレートで順位を譲る。しかしこの2台が審議対象となり、ウェバーにドライブスルーペナルティが課せられる。第1スティントを伸ばし、トップを走行していたロズベルクは18周目にピットイン。10番手でコースに戻るが、すぐにスーティルにオーバーテイクされてしまう。上位陣ではアロンソ、コバライネン、ブエミが燃料を積んでいたために、それぞれ3。 6位まで順位を上げる。21週目に、ブエミとトゥルーリが、ピットイン。しかしトゥルーリは、マシントラブルのために次の集会で、リタイアとなる。24週目に、アロンソが、ピットストップを行うが、左フロントタイヤの交換がうまくいかず40秒ほど、かかり、14番手まで順位を下げてしまう。結局アロンソはリタイア。26週目に、コバライネンが、ピットストップ。 ここでワンストップ作戦に出る。同じ周回でスーティルも3度目のピットイン。27周目にバリチェロ、30周目にクビサが2度目のピットイン。トップのライコネンと2番手のフィジケラは1秒前後の間隔を保ったまま周回を重ねていき、31周目に同時にピットインを行う。32周目にハイドヘルド、33周目にロズベルク、 34周目に、ウェバーが、ピットイン。トップを走行していたベッテルが35周目に、ピットイン。首差の前で、コースに戻る。ベッテルは、単独3位走行中で、さらに残りエンジンが1機しか、ないにもかかわらず、ファステストラップで、前の2台を猛追する。残り3周で7番手走行中のバリチェロのエンジンに、オイル漏れが発生する。しかしバリチェロは、 マシン後方から青白い煙を吐きながら走行を続ける。この後は順位変動がなく、ライコネンがトップでチェッカーを受け、フェラーリ今季初優勝。ライコネン自身も昨年のスペイングランプリ以来の優勝となった。2位はポールポジションからスタートしたフィジケラ。フォースインディアに初のポイントをもたらした。3位にはドイツグランプリで2位になって、 以来にポイントを獲得したベッテル。その後ろにクビサ、ハイドフェルドの BMW 勢、コバライネン、バリチェロ、ロズベルクまでがポイント獲得となった。ありがとうございます。